はい、おはようございます、久保です。はい、インドネシアの件ね、人からお金を集めてそれを自分の名義で、まあ、何かに使うっていうのは私もね、良くないと思います。この出資法にかなりかかるというか、まあ出資にかからなくてもものすごくトラブルの元ですね。特に少額ともいえ何人かの人からお金を集めると、その何人かの人との付き合いを維持するのにコストがかかりますね。精神的なコストとか、実際に時間が奪われたりとか、お金がかかったりするんでね。まあ私はそれはお勧めしないですね。だからやっぱり二親等までということになると思うんですよ。自分と家族同然の人で、お金のね、流通がすごく聞きやすい人ということになると思います。例えば旦那さんにしたら奥さんとかね、それから弟さんとか兄貴とかね、そういうふうにもう信頼関係が結構あって、基本的には生涯の付き合いをする人、お他人様ではない方っていうのは、まあ、割とねお金のこととかやりやすいんだと思いますね。責任持って返そうとするしね、そうですね、そういうふうに考えた方がいいかなと。でもう一つポイントなんですけど、30万円のお金が借りれるってことは、その人に対して30万円の商品が売れるんですよ。でこれをね、多くの人は分かってないし信じていないんですよね。30万円を人から払わせるってことは、貸すにしても、それから何か物を売る対価としていただくにしても同じなんですよ。30万円貸したってことは、30万円が戻ってくる、30万円以上利息をつけてね、30万円以上が戻ってくるっていう風な目論見で貸すわけなんですよね。で30万円の商品を買うってことは、30万円と同等それ以上の価値があると思うから30万円払ってサービスや商品を受け取るんですよね。だから私はね、借金をもしするんだったら物を売った方がいいなと思いますよね。返さなくていいんで、何ですかね、物を売ったらそっちの方を進めます。で、まあ、借金とね、物を売るのが似たような性質があるってことはどういうことかっていうと、もう一つあるんですよ。それはね、返品の可能性があるってことなんですよ。返品返金の可能性があるでしょ。だから結局お金を借りてるのと同じなんですよ。で資金がどう移動するかっていうのは、結局信用がどう担保されてるかっていうことなんですよね。信用してない人にお金は貸さないし、信用してない人に、信用してない人から何か買おうと思わないんで、そういうことではないかなと思うんですよね。まあ、私はこれはね、なんか速稼塾の奥義と言ってもいいんですけども、私は人からお金を借りるぐらいだったら、何かね、商品を売ったりサービスを提供したり、その人のために何かをしたりしてお金をもらいますね。同じなんで、貸してくださいってお願いするよりか、買ってくださいってお願いするのと同じ労力だと思うんで、そういう風にしますけど、だからそれがね、いつもね、返さなくていいお金の集め方なんですよ。そういう風にしていった方がいいと思いますね。まあビジネスをするってことは、多くの人からお金をね、お借りしてるのと同じだと思いますよね。だからビジネス上手な人って借金も上手なんですよ。物を売るのも上手なんだけども、お金を借りるのも上手なんですよ。借りたお金でさらに事業をでかくするんですよね。借りるのもお金をゲットすること、何かビジネスを大きくしてもお金をゲットすると同じなんですよね。キャッシュフロー的には借りるのも売るのも同じ、まあ、これはね、堀江貴文さんも同じことを言っててね、多くの人がこれ気づいてないと。借りるぐらいだったらもらえという、ね、物を売れというビジネスをした方がいいということなんですよね。まあ、起業するのも起業しないのも、ここに大きな分かれ目があるのかなと思いますね。私はこれからもお金は借りずに、もしどうしてもお金が必要になったら何かを売るとかサービスを提供するとかにするかなと思いますね。はい、本日は以上です。ハロー YouTube。